放送作家のサラダ玉子です。皆さん今、コンテストに向けていろいろと作品を作るのでみんなで頑張っていると思うんですけれども、例えばドキュメンタリーなどはいろんなことを今皆さん調べていると思うんですけども、とにかくこれでいいんだっていうんじゃなくて、もっともっと調べようっていう、こう欲求を大きく膨らまして、もっともっといろんなことを知りたいっていう探求心が皆さんの作品をレベルアップさせると思うんですね。でやっぱりコンテストで優勝する優秀な作品というのは皆さんに感動を与える。その感動はどこから来るかというと、たくさん調べた中でいろんな謎が出てくるんです。その謎は何だろうという想像力です。でこの想像力を磨くためにはどうしたらいいかというと、大切なのはぶっ飛ぶことです。皆さんどれぐらいぶっ飛んでますでしょうか、ね、これは先生に褒められる、まあ合格点だなぐらいじゃなくて、先生ももうひっくり返っちゃうぐらいね、ぶっ飛ぶ。これが世の中にない新しいものを作る、生み出す原動力になるんです。どうか皆さん作品を作るときはみんなでどこまでぶっ飛んでるか検証しながらチャレンジしてください。お待ちしてます。